皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますか ?BTS のジンは最近、米国旅行中に有名な音楽プロデューサーのベニー・ブランコから特別なサプライズを受けました。BTS、特にジンと親しい関係にあるベニーは、このアイドルに心のこもった贈り物を送りました。それだけでなく、ベニーはジンに、 ハイブの創設者であるパンシヒョクに捧げる特別な贈り物も託しました。韓国に帰国した後、ジンはこれらの贈り物を熱心に持ち帰り、単なる仕事上のコラボレーションを超えた強い絆を反映しました。ジンの米国旅行は、ファンだけでなく彼自身にとってもサプライズに満ちていました。米国滞在中ジンはベニーブランコを含む国際的な音楽業界の友人数名と時間を過ごしました。 ベニーと BTS の関係は、ヒット曲、Bad Decisions での以前の共同作業など、コラボレーションプロジェクトを通じて長年にわたって深まっています。ベニーはジンを自宅に招き、過去のコラボレーションを懐かしみながら充実した時間を過ごしました。気楽でフレンドリーな態度で知られるベニーは、久しぶりにジンと再会できたことをとても喜び、再会はさらに特別なものとなりました。 二人の出会いで最も感動的だったのは、ベニーがジンに個人的なプレゼントを贈り、パンシヒョクにもプレゼントを贈ったことです。温厚で責任感のある性格で知られるジンは、この仕事を真剣に受け止め、ベニーのプレゼントがパンシヒョクが韓国に帰国した際に無事に届くようにしました。ベニーの思いやりのある贈り物はジンとの親密な絆だけでなく、 グループとしての BTS と世界の音楽シーンへの貢献に対する感謝の気持ちも表していました。ベニー・ブランコの贈り物はジントパンシヒョクだけにとどまらず、ほとんどのメンバーが現在兵役についているにもかかわらず、BTS のメンバー全員に贈り物を贈りました。この行為は、ベニーがグループに対して抱いている深い友情と尊敬の象徴であり、彼らを隔てる距離と時間にもかかわらず、 絆が強いままであることを示している。ベニーと BTS は、特に、バッド・ディシジョンズ、での思い出深いコラボレーション以降、友人としてもコラボレーターとしてもより親密になり、意味深い歴史を共有している。ジンはベニーの思いやりのある行為に感動し、贈り物に感謝の意を表した。ベニーが現在兵役中であるにもかかわらず、 BTS のメンバー全員に示した気遣いはジンを深く感動させ、彼らが共有する永続的なつながりを思い出させるものとなった。ジンは韓国に帰国後、贈り物を慎重に届け、仲間のメンバーに確実に届けた。メンバーたちは思いやりのある行為に嬉しい驚きを覚えた。メンバーにとって、国際的な音楽業界の友人たちが、 兵役中も自分たちのことを気にかけてくれたことは心温まるものだった。ベニー・ブランコは、ミュージシャンとしても個人としても、常に BTS に大きな敬意を示してきた。彼らは常に一緒に公の場にいるわけではないかもしれないが、ベニーは舞台裏でグループを支えてきた。彼らの過去のコラボレーションは世界の音楽業界に大きな影響を与えており、 BTS とベニーのつながりは国際的な音楽コラボレーションの成功例の一つです。ジンにとって、ベニーとのこの再会は大切な瞬間であり、BTS がファンと仲間のアーティストの両方から同様に愛され続けている理由を反映しています。それは、彼らの素晴らしい才能だけでなく、謙虚さと誠実さによるものです。皆さん、今日のビデオは以上です。 ご覧いただきありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。